本当ローマの人にとって本当に欠かせない場所だったんですね。だから、ね、建物がこうやって残されているのもテベレの人たち、ローマの人たち の気持ちがあるからこそで、だからこそここはローマの秘宝。あ、まあ、いや、すごいディープな世界を堪能させていただきました。ありがとうございました。グラッツェ。ではここでポンペイはどうなっているんでしょうか。志賀さん、どこにいるんでしょう。はい、私たち今ポンペイの住宅街に来ています。で、皆さんたくさん番組見てくださってありがとうございます。ツイッターでメッセージいただきました。ご紹介します。スピカさん、グラッツェ。志賀さん、イタリア取材に行かれてたので、はい、来てますよ。で、青い空が羨ましいね。青いでしょ。で、今夜の中継楽しみ、今まさにやってますよ。で、今見ているスピカさん含め視聴者の皆さん、ラッキーですよ。ここからはですね、なんと2年間に及ぶ大掛かりな修復を終えたばかり、こちらのお屋敷ご覧いただきまして、日本のテレビでは初公開のお部屋もあるんですよね、ジノさん。そうです。どんなお宅ですか。実際はこれは素晴らしいの家ですよ。僕も大好きです。大好き。そう、この街もね、当時は本館の前は本邸が選挙がありました、はい、だからこの家、贅沢な家でしょ、この家の家にですね、オーナー